マイケル・カリーは、米国聖公会の司教で、2015年に、同聖公会を代表する、第27代総裁主教に選ばれている。同聖公会の総裁主教としては、初めてのアフリカ系アメリカ人である。主教時代のマイケル・ブルース・カリーは1953年3月13日に、シカゴに生まれた。祖先は、アフリカからノースカロライナとアラバマへ来て、主人と土地の収穫をシェアする奴隷だったと自伝で明らかにしている。バッファローで高校を終え、1975年にホバートカレッジを卒業した。1987年に伝統あるイエール神学校で神学修士号を得ている。1978年にノースカロライナ州ウィンストン・セーラムの教会で執事として働き始め、後に司祭となり、その後はオハイオ州、メリーランド州の教会で奉仕した。2000年2月にはノースカロライナ教区の司教に選ばれて、同年6月にダーラムにあるデューク大学デュークチャペルで司教に聖別された。2015年5月には米国聖公会総裁主教選挙委員会は彼を含む4人の司教を推薦して、同年6月にソルトレークシティを行われた米国聖公会総会で彼は、第27代総裁主教に選ばれ、同年11月にはワシントン大聖堂で総裁主教に聖別された。マイケル・カリーは妻シェアロンとの間に3人の成人した子供がある。主な著書には次がある。ありがとうございます。